阪神選手も、ええー、大谷の異次元フリー打撃リアクション動画がブームに始んや、ガチえぐいじゃん。阪神の公式 YouTube チャンネルが6日に更新され、大谷翔平投手のフリー打撃に釘付けけとなった阪神選手の様子を投稿した。6日に行われた侍ジャパンと阪神の一戦。試合前、阪神の選手はベンチ前でウォーミングアップの準備をしながら大谷のフリー打撃に熱視線を送った。 大谷がバットを持って出てくると、観客席から大歓声。バントを行った後、初スイングでいきなり5階席に叩き込むと、佐藤テルからは笑みが浮かび、近本は思わず目をそらして苦笑いを浮かべた。投手陣は聖潤やルーキーとみたらが並んで見守り、規格外の飛距離に、ええー、と声を揃えて驚き。聖潤は、ガチエグいじゃんと笑うしかなかった。動画は投稿から半日を経過し、 61万回再生声の大反響。ファンからは、純也の反応かわい,いなみんな野球少年のよう大谷選手エグすぎなどの声が寄せられ、中日に続く選手のリアクション動画投稿に、セリーグ球団が完全に需要と供給を理解しててジョカルのコメントもあった。